どうも、ソシです。今日のレッスンは漢字です。今日のトピックは数字、カレンダー、そしてその他の漢字です。今日も漢字の音読み、訓読み、そして例文を勉強しましょう。カレンダーの読み方も一緒にチェックします。それではどうぞ。1、人。2、ふた。3、み。4、4。5、いつ。6、む。7、7。8、や、よう。9、く、ここの。10、とう。100、びゃく、ぴゃく。千、全。万、円。1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、20日、24日。
11日、12日、今日は4月4日です。山田さんの誕生日は7月7日です。去年の3月6日に日本へ来ました。このワインは3300円です。あのワインは8800円です。いかがでしたか？今日のレッスンは以上です。今日のレッスンは数字、カレンダー、そしてその他の漢字でした。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。